武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。侍ショーダウン、服部半蔵、行くぞ。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。幕府の指揮のもと、邪悪なる何者かの意志が気運の広がりを助長していることが突き止められる。この事態の原因究明並びに元凶の排除の任を与えられた服部半蔵は、配下の忍びたちを諸国へと送る。自身もまた伊賀から離れ騒乱の最中へと身を投じるのであった。なるほど、お主が九段のカラス天狗、まだ若い。しかし幕府へあだなす賊であれば、もとより見過ごす道理もなし。邪気の根源は目と鼻の先、本来なら争っている場合じゃないが、相手が幕府の隠密であれば俺にも引く義理はない。憎しい、憎しい、思い出せぬ。ここは暗くて、この4人、魂まで邪気に飲まれたか。この服部半蔵、公儀の任にて誅殺いたす。許せぬ、この世が、そなたが。憎い、憎い、憎い、憎い。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。
辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天により邪気は薄れ、日の本を覆い尽くさんとしていた彩花は今や完全に鎮静した様子であった。立ち会い人として事件終結を見届け、江戸へと向かう旧友十兵衛と同じく、半蔵もまた伊賀への帰路につくのであった。その夜、半蔵は団らんのひとときを過ごす。調査のため西へ旅立つという長男の語らいに耳を傾けていると、彼の肩に妻の楓の指先が触れた。楓は一枚の桜の花びらをつまみ上げる。ああ、もうこんな季節なのね。彼女の顔には優しい笑みが浮かんでいた。あれからいくつきもの時間が経った。混乱や暴動の大半は収まりつつあるが、彩花は傷跡を残し、国を未だ苦しめている。幕府に仕える影の一族の矜持を胸に、半蔵は眼前に集う部下たちへ再び各地へ散るように命じる。全ては幕府による天下太平のために。